はい、年を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーのシャープです。はい、皆さんこんにちは。はい、もう本当にね、毎回新色がね出てきて大変追いつかないということで、はい、今はベースの方をね、ちょっとデパコスの方でちょっと今検証をずっとやってるんですけどもね、今日はまたね、ジルスチュアートさんがね、また新色が出たということで買ってきたんですけども、今回ね、はい、こちらの下地の方とファンデーションの方と、あとメイクの方でね、ベースはちょっとね、お値段頑張って、メイクアップの方は流行色はね、プチプラで、はい、新色また買ってきました。今回ね、このね、ピンクショコラっていう色と、ね、ルビーブラウンっていうところでね、はい、こちらの方と、はい、こちらのセザンヌさんとキャンメイク、ね、こちらのね3色をね買ってきました。春夏に向けてね、すごく新色が出てて、すごく綺麗だったので、これを使って大人の透明感のある肌を作っていって、ね、今からの季節にぴったりっていうところでやっていきたいと思います。では早速いってみよう。こちらのジュルシアート、はい、イルミネーティングセラムプライマーということで、美容液、化粧下地ということで SPF が40あります。で、PA が3つになってます。このシリーズはヘアメイク皆さんこう愛用してるっていうベースなんですけども、いろんなね色があって、これね、すごくね、白だったり紫だったりとか、とってもね新色出るとすごく人気の高いものなんですけども、ちょっと私的には少しね年齢層が若いかなっていうところと、肌のねキメがちょっとね、デコボコしてない人たちっていうのはすっごい綺麗についたなっていうイメージだったんですけど、最近またねどんどん肌に馴染みが良かったりとか、ね、保湿力が上がってきてて、私たちの年代でもすごい OK だなっていうところになったので、皆さんにね今日はぜひともご紹介したいなと思いまして、こちらの方を購入してきました。で、こちら今回の新色はピンクと2つあったんですけども、こちらの方がちょっとベージュに近くて肌に馴染むタイプ、くすみが私気になるわっていう方はピンク系のものを選んであげるといいと思います。はい、じゃあつけていきます。でね、本当に肌馴染みが良くて気持ちトーンアップをしてくれて、すごい保湿感がすごく強いんですよ。で、今までのね、このジルシアートの下地って結構色が白だったら白、ね、パープルだったらパープルっていうところですごく出るんですね。で、今回もこちらの方とピンク系のやつが出てるんですけども、ピンクはしっかりねピンク出てくるので、ちょっともっとトーンアップしたいなとか、もう少し血色を良くしたいなっていう方はピンクの方を選んでいただけるといいかなと思います。私はね、肌にどんどん馴染んでいくこの感じが好きだったので、こちらのね、01の方の色を選んでます。まずね、この中心から手を全体使ってつけていってください。すっごくね美容液みたいに伸びがいいんですよ。なのでどちらかというとね、スキンケアやってるような感じの、そう、気持ちいいんですよね。なので私はちょっと引き上げつつ引き上げつつ、もうね手のひら全体使ってガバッとつけていきます。で、全体的につけ終わったら、このね肌が、わかります？発光してるような感じの発光系の肌をね作るのがすごい上手なんですよ、ジルスチュアートさん。なのでここの光を受けた時にちょっとキラッとしたいな、ね、このゴルゴラインとかこのくすみね、ちょっと隠したいので、ここにね重ね付け、はい、でこうハイライトをね受けていく感じ、光が当たった時にね、ここがねツヤツヤしていくと健康的に、ね、若々しい肌になってくれるので、こうパーンと張った感じの肌になりたい方はこれいいかなと思います。首までね塗っときます。はい、どうですか、こんな感じのツヤ感です。そう、体の中から潤ってる感みたいな感じで出てきませんか。はい、こんな感じです。じゃあこっち側塗っていきますね。塗るようはもうワンプッシュで全顔って感じです。この目の周りに小じわが多い方とかはすごくいいかも。この発光系のねパール感がね、この小じわを目立たなくしてくれるのもそうなんですけど、保湿感がすごくって目の周りの乾燥しやすい人にも向いてると思います。で、全体的につけ終わったら自分の手のひら全体でもう一回なじませます。ちょっ
とね、私的にはあの普段あの家にいるときはもうこれでパウダーで十分かなと思うんですけども、ちょっとお出かけしたいなと思うときはここの部分だけねファンデーションを少しつけたりコンシーラーつけたりするといいです。でやはりね美容部員さんも同じこと思ったみたいで、こちらの方をあのいただいたんですけども、物足りなかったら、私のねこの多分クマを見て思ったんでしょうね。あのこちらの方のファンデーションね、コンシーラー部分用の、美容液ファンデーションコンシーラーっていうところでこちらの方が出てるのでっていうことで、見本もらってきたので、ちょっとこれをね使ってみたいと思いますね。見本とかもこうやってね使ってみて、よかったらね本商品になったりするじゃない。 なので私は結構いろいろ買ったりするときにおすすめのものをいただいたりすることが多いです。気になるところ手でトン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 つけてってください。はい、指でね叩いた後軽く濡れたスポンジねしっかり絞ってください。でよくなじませてください。やっぱり目の周りのここだけを少し隠すだけでも全然ファンデーションね全体に塗らなくてもいいと思いませんか。私はね崩れやすい季節っていうのはもうここだけねちょっと丁寧につけて済ますことが結構多いです。ある程度ねなじませちゃったらもうスポンジの方に頼っちゃってもいいです。こうやってねで丁寧に指でなじませてあげることをあのしっかりやってあげると持ちはすごくいいです。こういうとこってすごく乾燥してたりとかするので、指でよく丁寧にちょっとずつ重ねていって、この小じわとかにねしっかり美容液、ね、成分を入れ込むような感じで隠していくことが多いです。そうするとね目の周りがシワシワにならなかったりとか崩れがひどくならない。なので丁寧に、時間がないときはもうスポンジで叩く。はい、もうここだけね綺麗にしておくと、もうマスクねつけた時にやっぱりここがねやっぱりね暗いとドヨンとして見えますので、ね、この辺だけちょっとねファンデーションつけて、はい、こちらの方、はい、買ってきたのでぜひ使ってみたいと思います。ね、やっぱり今の季節汗かいたりとかするので、まずマットなねマットなところの部分をねしっかりこの T ゾーンでねちょっとねこう放射状につけていくといいですね。小鼻の周りちょっとまぶたねで全体的にねさーっとでつけたい。もうこれだけでかなりねどうですか。はい、マットといってもツヤ感まだ残ってますよね。でそこからさらに発光させたのをうまく使いたいときはこのピンクの方のちょっとねラメ感が綺麗な方ですね、そちらの方を目のね下の部分に仕込んでいきます。でまずここのね目のこのくすみがちなところに一回置いてあげてからここですね。で結構ね私たちって目下がってるのでちょっとこの上目にハイライト入れてあげて、そこからこの受けた時に綺麗にね光るところをちょっと作ってあげます。はい、あとね鼻筋、はい、こんな感じで、はい、やってあげるとどうですかね。はい、そこからね、ベースはねちょっとデパコスで作ったんですけれども、ここからはね、流行色はねもう本当にねプチプラでまず試してみて、自分の中でねいいなと思ったらちょっとね高級ラインの方に移行してみてもいいと思うんですけども、でこの透明感をこの出した肌にまたさらにね透明感出したい時にはチークをちょっとしたいんですけども、今回、透明感がね出そうな、チーク、ね、こちらの方のちょっとパープル系が入ってるベージュ系のねペールベージュ、こちらを組み合わせていきたいと思います。まず、ね、仕込みたいのはこのベージュ系のナチュラルチークの M19 番の色で、こちらの方ね色ねはいつけていきます。でよくね手の甲でよくなじませてください。でニコってねメイクするときはニコって笑ってね、でニコって笑って、で今回ねほんとベージュ系の色なので肌にねちょっと馴染んでちょっと血色を良くしていきたいですよ。だから少しずつね上に向かって色を入れていきます。どうですか、チークねここにちょっと上に入るだけでこのポイントっていうのが上に上がるだけで若く見えます。わかりますか。はい、でまずここの色を見せてあげる。で私たちのねあの年代って逆にベージュ系のねチーク入れると私血色が悪くなるんですっていう方いらっしゃるので、はい、そういう時はこういうパープル系、あとフェイスパウダーのパープルとか持ってる方はそっちでも構わないです。くるんと手によくなじませてください。
で手になじませたら上から少しねこう丸く入れたこの周りを少し、ね、パープル系の色で重ねていって、はい、透明感を出していきます。ちょっとの小技なんだけどもほんと綺麗に見えます。でこちらの方もねミックスチークカラーということでペールハイライトって10番なんですけど今回はこちらの色を、はい、アイシャドウに入れていきます、ね、ちょっと両方今色を入れてあげてまず目のね際の部分から全体にちょっと広げます。ちょっとくすみ系のね色が流行ってて最近ずっとくすみ系のね色を使っていたんですけどもちょっとねたまには、ね、ちょっとくすみ系のねこういうね明るい色入れた時に全体的にくすんだメイクしちゃうと逆に大人っぽくなりすぎちゃったりとか元気なくなって見えてくるので今度はね透明感を出していきます。はい、ね、そこからです。はい、今回、ね、こちらのリキッドリアップさんからね、はい、軽くね振ってお使いくださいって書いてるので軽く振ります。でこちらの方のね今回はアイカラーになります。まず目のまっすぐ向いた時の黒目のね外側ぐらいからちょっと上からねラインを引いていきます。で目のをかぶっちゃってる人はね本当にねあの先っぽだけで全然構わないのでこうねちょっと長めに引いていきます。はい、でこっちがかぶっちゃうんだったらここの目のねこの際の部分だけでいいです、ね、こことここだけ入れておいても全然 OK。目頭の部分をねつけたらこの真ん中あたりから上にで先ほどのねパープルの使ったこの真ん中の色をこの上から重ねます。もう綿棒でも細い筆があればね細い筆でなんか手持ちのね色でチーク入れてねちょっとアイメイクがなんか浮いちゃううまくいかないわっていう方はこうチークの色を少しね目元にちょっとポイントでね入れておかれるだけであの全体の色が合うようになってきます。で同じリーアップから、ね、ふんわりカールっていうことでルビーブラウンよいしょロング&カールっていうことでねカールの持ちと、ね、まつげが長くなるタイプです、ね、ちょっと細いですよね。なのでぴったりこう根元に当ててここからでね、こういうロングタイプのものは少しずつ重ねていくとまつげがね伸びてくるんですね。なので根元にしっかりつけてから伸ばす根元をしっかり振ってから伸ばす、ね、でこうやってしっかりに伸ばしていきます。でここの、あのマスカラのいいところはベタってつかないのであの1本ずつが細く丁寧にね綺麗に見えてくるので地まつげがすごく長く見える。でそこから縦にちょっと伸ばしていきます。でアイラインをね入れた時にここも一緒にねこうちょっと伸びるようにまつげを作っておくとアイラインとねマスカラ効果があって横に目が大きく見えてくるのであのデカ目効果もねかなりついてきます。はい、こんな感じですね。どうですか。じゃあ眉毛さんはねちょっと今日チフレの眉毛描いていこうかな。でこのね、ピンクに合わせて少し風味のアイブロウのねカラーを少し上から出してバランスをとっていきます。こんな感じですね。はい、リップ塗ります。 B アイドルの方のツヤプルリップ11番召し上がれっていうです。は
ください。ちょっとね、オレンジっぽい色なんですけど、指でね、ちょっとのせていきます。こちらのビーアイドルの方はね、結構グロッシーな感じになるので、ね、ちょっと落ちにくくするために指でね、何回も何回も重ねていくと、でプルッとしてくれるので、唇が元気がないとき重ねていきます。はい、どうですか。はい、こんな感じになっております。うん。はい、ちょっとね、こういうダークなピンク系にね、ちょっとオレンジを合わせていくとどうですか。一気にね、春とか夏とかこう暖かさを感じるようなメイクになりませんか。はい、ではこっちやっていきますね。はい、こんな感じになりました。はい、どうですか。ちょっといつもと雰囲気ちょっと違うと思うんですけども、はい、でそこで、ちょっとね、お出かけ用に、はい、こちらの方 M ドットのスタイリングセラーも少し手に取って、後ろからです。ここでちょっと眉毛を半分隠れるぐらいにしてあげていきますよ。でそこから帽子をかぶります。前髪のところを少しね、このフェイスラインに沿わして耳にかけちゃいます。でそうすると、はい、ちょっと小顔効果、はい、こんな感じで、はい、今からの季節は帽子が必須になるのではい、こんな感じでやっております。はい、どうですか。はい、もうね、色合いが今回ファンデーションで、ね、肌のちみを良くして潤い感ね、しっかり、つけてあげて、このマットとツヤ感のねあるパウダーで、ね、高いところをツヤ感ね、ツヤ感で、ね、ちょっとこう T ゾーンとか油がきしやすいわっていうところはマットの方ね使って、あとは今回はねアイメイクの方はね、こちらのチーク、こっちチークだったんだけど、セザンヌさんのねパール系のハイライトの部分を目に塗って、ね、アイラインとマスカラをポイントに、でこのチークで透明感をっていうことなので、まずはベージュ系の色塗ってから、上からここがポイント、上から少し紫色のチークを重ねてあげる。私たちの年代ね、ここから一気にいっちゃうと、もうねお手もやみたいになっちゃうのでね、ちょっとベージュで肌になじませてから透明感を出す。でアイラインもちょっとね、このチークと浮かないようにね、真ん中の色を少しね重ねてあげて、ここに統一感を出していくんですね。でここで統一感を出して、口紅でオレンジの色の口紅を塗ることによって、かなりねおしゃれ感おしゃれ感が出てくるので、皆さん、はい、こんな感じで、楽しんでみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしねこれ良かったなと思ったら、高評価ボタン、登録ボタンをよろしくお願いします。はい、またね、メイクもね、こういう風に私やってみたよとか、あ、ちょっと難しかったよとか、いろいろご意見ご感想などありましたら、コメント欄に書いてください。今後の、動画でいろいろね、皆さんのご意見を参考にさせていただいて、どんどんね役に立つ動画を出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、では次の動画でお会いしましょう。